将棋の先方拒否者やぐら同型やぐら同型やぐらは、将棋の相やぐら戦で起こる、戦型、戦型。戦後同型や、必勝、同型将棋破りなど、将棋で対戦者が、同じ人形、人型になる局面の場合は、どう型が使用されることが主であるが、関西将棋会館、関西将棋辞典など、同、形が載せられており、将棋の記事や観戦紀頭においても正確な、 使い分け使用区分などがなされていたり、決め事があるわけではない。対局者同士で同じ陣の形になるのは、矢倉や角代わりをはじめとした、i.e., 飛車将棋やアイブリッシャ戦で起こる現象であり、序盤戦駆け引きで偶発的な場合のほか、意図的に戦術として行うことも多い。同型矢倉と呼ばれる局面は、随一のように対局者同士が47銀マイナス3。 7K と63銀マイナス 73K の陣にして戦うアイアイグラ戦を言う。ドイアグラが台頭してきた2010年代後半からは、ズニのようにお互いがドイアグラに組む将棋も出現する。2019年3月大い戦リーグ、長瀬拓也、千田翔太戦、第4期、秋田王戦、第3局長瀬、後継戦などいくつか出現。ラ戦においては、愛想ラや、 脇システムなど同じになることは多いが、これは同型の矢倉戦であると先に仕掛けた方が不利になると考えられている面があり、脇システムは角交換による手損を招き、千日手矢倉については長年千日手にならぬように先手からの打開策が模索されてきた。随一の局面で、先手が四五歩と仕掛ける順について、中原誠編、山田道義将棋著作集。 第3巻、ヤグラの実践研究に変化が示されている。山田は、図より四五歩同歩三五歩同歩同角という手順を示しているが、他に四五歩同歩三五歩同歩四五桂という指し方もあり、以下四四銀四六銀三六歩三三歩、同桂に四歩同歩同飛に三歩三三、桂なり同金時下二九飛四五歩三五銀四。 五、かつら三四歩三五銀三三歩制同玉。三五金が一例で、この攻め方は二歩突き捨てて、勢いをつける指し方があり、先手の攻め、後手の受けという展開になる。山田は四五歩同歩同計四四銀四六、銀とする手順を示している。以下六五歩同歩七五歩同歩六五かつら六、六銀七七歩同計八六歩同歩同飛。 八七歩七七桂成同金時価八一六五歩七五銀六五カツ七六歩七五銀七七歩成同玉七五金でこの順であると先の手順とは後手に一歩渡しており跳ねたカらも質ご間になっているが実践例もいくつかある途中先手の四六銀で後手としては四五銀同銀四四歩とする手もあり以下先手の手順例が数例ある 二四歩同歩同角同角同飛と、角交換をし、二三歩に一つは三四銀に四歩に三歩三一玉、四三銀なり同金と強行し、二二、五一、六一の三つの角打ちを見る手がある。もう一つは二三歩に二九飛と引き、四五歩に四四歩から七一角の狙いもある。桂ツラゾンでも四四に拠点が築くことが可能。他に四四歩に同銀と切って同金に四八。 一金取りに回るのも、後手が、不切れのために受け方が難しく、四五桂には四六歩三三桂三五歩という、攻めが途切れない。山田は他に四五歩同歩同桂四四銀に、二四歩と、角交換をする指し方も示してあり、以下同歩同角同角同飛に三歩に九、飛で、一旦後手を引くが手順に飛車を深く引いて、狙いはサイドに四歩の合わせがあり、これも、 実戦例が多い攻め方である。ここから6五歩に同歩は同型で、2四歩同歩5一角に三七角に四、角なりに三歩5七歩1五角なりもしくは6、4角なりで、先手が4六銀として一局6五歩に2四歩同歩5一角三七角に4角なりに三歩5七歩,歩6六歩同銀6五歩7、7七銀8六歩同銀5五歩もある。いずれの手順も、 先手側が不利もしくは難解の実践例を解説をしている。この矢倉線の展開では、双方あと一歩入れば、玉頭に次歩を狙う展開が考えられている。実践例には1954年1月10日王将戦の大山安春 VS、増田構造戦などが知られる。特に米長国夫は得意戦法としており、1979年の京都、 将棋祭り席上対局のほか、1980年の第36期規制戦では、第4局で4五歩から4六銀の順を指して、勝利し、タイトルを獲得している。米長はこの形について、無理でも何でも攻めることにしているという。これは手待ちをして、先に仕掛けられて負けたとすれば、引退を考えるほどのショックを受けるとしているとし、 さらに先手側で千日手にしようと思ったところで、相手に潰されたとしたら3年くらいは立ち直れないとしているからである。米長はその後も1986年6月26日名称戦、島明戦、1986年6月24日大井戦の中原誠戦、1986年10月8日王将戦の森慶二戦、 1986年7月16日大井戦七番勝負、第1局の高橋道夫戦では後手ついで、1981年の順位戦 VS、板谷進戦、1983年の王将戦、挑戦者決定リーグ、VS 加藤ひふみ戦、1987年10月1日、全日本プロトーナメント、VS、森内俊行戦、 1987年1月10日、早指選手権戦 VS 南法一戦では、先手番でと、この戦型を多く指している。ありがとうございます。